合理最大の問題作って書いてあるのあのって言うなんでこんなことすんなよ俺ノアのこれなんでこんなことすんだよ,、えー、んんんだよおしまいだよ絶対やだよこんなのって言いながら読んじゃうんだよ怖いよねどうも中田敦彦ですさあ今日は文学の時間ということで私がものすごくおススメしたい んおすすめしたいかどうかちょっと迷うぐらいですね。僕の中ですごい強烈な絵本作家さんをご紹介したいと思います。よろしくお願いします。<laughs> 今日も生徒さんに入っていただいております。ありがとうございます。オンラインサロンね、入れば生徒として来,来れるからね、来てね、お願いね。さあ、というわけでですね、まあ、あの、絵本ということで、中田が絵本読むんだってまずね、思ってたと思うんですよね。なんかもうマシーンみたいなね、あの、アンドロイドみたいなもの。<laughs> 成功と勝利のためのアンドロイドみたいな、この僕がなぜ絵本をって言うんですけども、ただね、普通の絵本じゃないです、今回。正直ね、ちょっと怖い。幸福がちょっと怖い話になる。僕の動画であんま怖いのなかったんだけど、ちょっと今回怖いから、もし怖いの苦手だとかね、あのー、そういう人はちょっとごめんなさい。あの、また違うのを見てもいいかもしんな、ね、い。あの、俺の動画を見てほしいけど、違うのを見てもいいかもしんない。っていうぐらい怖いけど、何か気になる。 すげえ面白い。それは間違いない。それ聞いてほしいんですよ。僕ね、その絵本に出会ったのは10年ぐらい前なんですよ。10年ぐらい前にファンの人にライブ終わりで差し入れてもらうことがあるんですけど、その時に袋に入った紙もらって、あ、中田さん好きだと思うんでっていう声は覚えてんの。 だけどなんかその時ね、多分折り返しのブーデンバブルの時だったのかな多分わーってファンの人に囲まれてたりすることがあって、出たらあ,ーありがとうございます、ありがとうございますとか言いながら、なんかいろいろ差し入れとか手紙もらって、そのまま家に帰るみたいな生活だったんですよ。そうだから誰に渡されたかね、あんま定かじゃないんだけど、家に帰っていろいろ整理してとあ、なんか本くれたなーと思って、開けて出てきたのがこれだったの。エドワード・ゴーリー著の不幸な子供。不幸な子供。ビ クリしてさ、おパッと開けて、え、何これってね。中田さん好きだと思うんだよって言うから、なんか漫画みたいな感じとかともかね。あとメルヘンな感じもか分かんないけど、不幸な子供か。しかもこれ絶妙に気になる表紙でしょ。<laughs> このやつ怖かったのよ。で、まあ薄いし読んでみるかって絵本のいいとこってまずすぐ読めることじゃないですか。で、パって読んだらまず絵がすごいんっすよ。本当に細かーいこのモノクロの絵。 な何だ,、ねね、だろうね綺麗いなのようまいんだけどなんか怖いんだよそれはなんかホラー漫画とかあるじゃないああいう脅かしてやろうっていう怖さじゃなくて静かな静かな怖さその怖さが一体何なのかが自分でも一見すると分かんなん何で俺こ,れをこの絵をすごく怖いと感じるんだろうだってねこれ1ページ目から怖いんだよ1ページ目から あるところにシャーロット・ソフィアという女の子がおりましたっていう絵から怖いんだよ少女がポーンとすごいお金持ちの今にこう笑ってるんだけどそれがもう怖いんだよそんな一枚目あるあるところにおじいさんとおばあさんがいましたっていうねあの桃太郎の話とかねその絵だけで怖いっていう桃太郎嫌でしょあるところにおじいさんとおばあさんが「おじいさんは山へ何かを仮に」。 おばあさんは川へ何かをししに行きました何かって何だろうぐらい何かを予感させる1枚目なんだよねいやーでもだいやーこれ怖すぎるんだよなシャーロットの両親は優しくてお金持ちでしたっていうのが2枚目なのだけどもうその時のねお父さんはものすごい皮のさすごい毛皮の服でもう英国の貴族みたいな感じでシャーロット見てるのね で、お母さん座ってその様をね微笑んで見てんだけどお母さんの顔が微妙に影がかかっててすごい怖いの <laughs> だってこのさ文字だけ読んだら何が怖いか分かんないでしょシャーロットがいましたシャーロットのお,母さんお父さんお母さんは優しくてお金持ちでしたそれだけなのにあれこれ絶対に何か起きるぞっていう感じなんですよそこから俺もう止まんなくなっちゃってもう,もう俺立って読んでたもんね家帰ってライブ終わり疲れてたのにあのファンの人から「あこれえっ?」 なんだこれえっ1ページ目2ページ目そっか、気づいたら立って全部読んでたのこれはなんだこれさすごいのがここからね、ここまでいいのそこからずっと淡々と悪いことが起きてくる淡々と淡々と悪いことが起きてどっかで救われるよね、これえどっかで救われるよねって思ったままプツンって、終わっちまうんだよ <laughs> 俺もう正直、打ちひしがれておい、なんでこんなのプレゼントしたんだよ。おい、なんでこんなのプレゼントした。おい、ファンかよ、お前と思ったのだけどさ、トラウマっぽい出会いってあるんですよ。なんかね、え、この人、なにと思ってエドワード・ゴーリーって人はなんなのよと思って他の作品気になるんですよ。その上でこれ、なにってね気になって解説読むのね。解説読んだら面白いのが このね、エドワード・ゴーリーって普通じゃないのよ。エドワード・ゴーリーという作家には熱心なコレクターがいると。ああ、ちょっとアンダーグラウンドだからかな。それだけじゃない。なんで集めなきゃいけないか。エドワード・ゴーリーという名前だけで作品を発表した人じゃないんですよ。なんと、名前をたくさん持つ絵本作家。しかもそれもすごく知的なやり方で、エドワード・ゴーリーっていうのをアルファベットで書いて、 そのアルファベットを入れ替えた名前で何種類も名前を作ってその何種類もの名前でいくつもの本を出してんだってこのアルファベットを入れ替えて違う言葉を作るっていうのはアナグラムって言うんだけどこのアナグラムを駆使して世界中に全然別名義で本を出してるから「えっこれもエドワード・ゴーリーじゃない?」とか「えっこれ絶対エドワード・ゴーリーだよ」って言って集めるっていう。 そういうのが面白いっていう流れにすらなってんのただこれねどんな作品他に書いてると思うよこの他の作品がしびれるよびっくりしたただただバッドエンドに向かうっていうだけじゃないただねこれバッドエンドに向かうだけじゃなくてすごくスパイスが乗ってるんですよ読んだ後にバッてあのね解説読むとこの少女は淡々といろんな不幸な目に遭っていくと そしてこの本の特筆すべきところは不幸な目に遭う少女をずーっとページのどこかで悪魔が見守っていることだっていうんですよええー、ぞわ一読目俺気づかなかったのただただ少女見てたからえっ悪魔が見守ってんの嘘だろあの時もあの時もいるのいるこのページにもいるあここにいたこの時ここに悪魔いた二度読めんのようわー エドワード・ゴーリーに俺夢中になったね。エドワード・ゴーリーこれ何考えてるやつなのまずなんでこんな暗くてバッドエンドなの絵本を作るんだよ。絵本ってまず子供に夢を与えるもんだろ。それでなんでバッドエンドなものを作るのなんで名前をバラバラに変えるのその上でなんで二度読んでちょっと俺はこいつを好きになってんのってことですよ。面白いっすよね。この人の他の作品、あと三作品だけ紹介させてください。でもテイストがまた全然違うの。そっちのテイスト そっちのテイストもあんのほらびっくりしたね次に俺驚いたのはこれこれは俺はびっくりしたよ、ね、これさ「ギャッシュリークラムのちびっこたち」って言ったらなんか楽しそうじゃないギャッシュリークラムのちびっこたちそんな感じじゃないんだよ3年 B 組金八先生みたいな感じじゃないの 確かに三年瓶組金八先生のように一人の人の周りに子供たちが、ま、あ群がってるっていう表紙なんだけどその群がってる中心にいるのが死神なのよ。これ一体どういう話だと思うこれ一体どういう話だと思う恐ろしいだろおい <laughs> 聞きたくないかもしれない。でもこれ聞いてくれよ。おぞましいのに聞いてしまうってことがあるんだよ。 これがエドワード・ゴーーの恐ろしいとこおいこれ何だこの本 <laughs> 気になるだろう <laughs> えっ、ー、嘘だろえこれこのまま続くのこれ26文字のアルファベットが26ページにわたって綴られていくただこれ A から Z の名前の子供たちが順々に違う死に方をするって本なのへ恐ろしすぎるだろ <laughs> 恐ろろしすぎるだろういろんな死に方が書いてんの恐ろしくない ?1 ページ目だよ A は「エイミー階段落ちた」って言って階段に落ちたエイミーがポンって描かれてる B は「ベイジルクマにやられた」これがなんと26個続いて「Z」で終わるって話、ね、それだけの話 <laughs> なんでこんなことすんだよ俺 <laughs>、ノアどこでなんでこんなことすんだよ <laughs> やめろよ、お前こんなこと <laughs> でもさなんだかわかんないんだけどなんかさ俺なんかねこ、これ、え、ど、なんでなんだよって思っちゃうんだよね <laughs> これさなんでもね、この表紙には死神が写ってんだけどこの全ページにわたって死神は一度も出てこないんだよね 不思議だよね、不思議なんだよ淡々と死が訪れてるいろんな命にこれはささっきの不幸な少女に対してもえっすごく怖いって思ったのはなんかね物語ってさ、なんか理由があるじゃない,ですか辛い,目,が辛い目に遭うこともその前に何かがあったりするでしょ悪いことをしたから罰に遭うとかさいいことをしたら報われるとかいろんなそういうさ お話の中でのストーリーのまあ、一応ベースがあるじゃないですかでも、それって本当だったっけって思わされるのこれを見た時にあれ、俺たちに降りかかる死とか不幸って俺たちのせいで、降りかかる時じゃない時の方が多くないなんか、なんで俺こんな目に遭ったんだろうとかなんで、あいつはあんな目に遭わなきゃいけなかったんだろうって そのままポーンと大きな謎のまま残ったりするじゃないですか。俺たちはそれを忘れたり、見て見ぬふりしたりしながら、なんとか理由をつけて生きてたりするのかなって俺は思ったの。それが、淡々と訪れる服を見た時に、なんか、すごく現実を見たかのような現実離れしてんだよ、こんなの。だけど、なんだかわかんないけど、現実を見せつけられたような気がしたんだよ。恐ろしいよ、これ。その現実を見させられたんじゃないかのもう一つの話が、 これね、もう正直4番目じゃなくてもう3番目に一番怖いの出しちゃうよ「おぞましい2人」2> <laughs> 怖いよ「おぞましい2人」っていうタイトルなんだよこれ何が怖いってこれさ見てよエドワード・ゴーリー数々の問題作出してるよねもうすでにでも俺パッと俺めくってああって思ったパッてめくるとここにね ゴーー、リ最大の問題作って書いてあるの「あの」って言うえあのゴーリーのいやだってよくあるよもうそなんかさ「何々最大の問題作」とかですね「これは問題作だ」とか言うけど大抵問題作じゃないんだよそんなのなんかちょっとさハードなねアクションシーンとかバイオレンスなシーンがちょっとあるぐらいでしょそんなんじゃないよ 本当のだよだってもう問題作はいっぱいあったもんこっちも問題作だっただろなんでこっちの裏には最大のって書いてねえんだよそれの方が怖いよ同じ出版社から出てるのに同じ出版社の人がこっちの方が問題作だと捉えたらしいさっきのより説得力が「もうおしまいだよ絶対やだよこんなの」って言いながら読んじゃうんだよ怖いよねなんかさ 薄暗い闇があった時にさ、なんか目を凝らしちゃう時ってあるじゃないなんかさ、光をさ見ていたいし、明るい場所を見ていたいんだよ。だけど何かすごい深い闇に、なんだか目を凝らしてしまう。そういう作品なんだ、これは。怖いんだよ。何が怖いってさ、これさ、これね、多分ね、実話をもとにしてんだよね。うん、ゴーリーが1965年に、 起きたある事件のことが忘れられなくてついに絵本にしたっていう話なんだって来ちゃってついに実話を元にした話がこれ正直俺説明するのは気重いんだよじゃあんで YouTube でやんのって話なんだけどいやでも俺ねエドワード・ゴーリーのことはいつか誰かに伝えたいと思ってたの俺10年前だからねこれでも俺テレビで一度も話できたのだったのだってできないよこんなのだってディレクターオッケーしなかったんだもん <laughs> 川さんなんなかか最近はハマったことないですか実はエドワード・ボリーでこういう話があってこういうお話なんですけどどうですかテレビで他ありますかって絶対言われるのよだから YouTube かーと思ってあれどう思われるか分かんないけどやっぱね読んでほしいんだよねで考えてほしいんだよねこの話はねすげえ怖いのようんこれ「おぞましい2人」ってあっておぞましいの誰だと思うこの表紙で それが問題なんだよおぞましいのは誰なんだってこの表紙の中でこれ怖くないこの問いかけ3人映ってるだろおぞましいのはどの2人だと思うって話のこれはね正解を言っちゃうとおぞましいのはこの小さい2人なんだよねこれがすげえ怖いんだよこれがすげえ怖いんだよ 実は、この2人は大人になって、えーまあえー、現実にはこの子どもの頃は出会ってな、ね、い大人になって出会う1組の男女その1組の男女が後に連続殺人犯を2人で行うことになる2人で男女2人組の連続殺人犯になるんだけどその連続殺人犯が子供の頃からを描いてるこんな子供でした男の子はこんな子供でした女の子はこんな子供でした よくさ、大河ドラマってさ、小さい頃から描かない。あれなんであれなんでかっていうと、思い入れを入れるためでしょねあ、こんな子供が、こんな風に育ったから、こんな風に夢叶えたんだって。そういうさ、そういう筋書きじゃない。これは全然違うんだよ。こんな男は、こんな、こんな男の子がいました。こんな女の子がいました。こんな風に育ちました。こんな風に育ちました。こんな風に大人になって、ここで出会いました。 ボーイ・ミーツがあるでもそれはラブストーリー美しいラブストーリーじゃないそして2人は人を殺し始めましたっていう話なんだとんでもない話なんだよそしてその2人がなんとちゃんと死ぬまでは描いてるたったこれだけの厚みの中で俺は震えたね正直もうもうこれは本棚に置いていくかどうかを迷ったよこれはすごい本 ただねあの怖さってのにいろいろあるなと思ったのがこれはね分かりやすい怖さなんだよね言ったら説明したら確かに現実をもとにしてこの筋書きにしたらやっぱり怖いだろうと思うんだけど絶妙に怖いねーっていうものを最後に紹介しますそれがこれウエストウィングウエストウィング今度はね表紙になんと建物しか書いてないんだよ珍しいよね絵本でさ普通主人公とか書かない 動物とか描かないなんとこれはただの建物だけを描いてる不思議だなウエストウイングどういう意味だろうこれはね西って意味マンションとかさアパートとかで東島、南島、北島、西島ってあるでしょその「西島というだけのタイトルなのこれでさ「へえじゃあ」って思うんだけどなんとこの本には主人公は一人もいない。 建物がただ描かれ続けるところがだよところが何かが起きていいるととうことだけを予感させるの例えばなぜか分からないけど靴が散乱しているとかえっ何だろうこの西館ってちょっと変だなって思う欠片がどこかに残されての。はしごがちょんと置かれているとかこれだけで。 ゴーリーやってんぞまたっていう気になるの。これはだから一冊目に読み始めたらきっと分かんないと思う。だけどエドワード・ゴーリーの数々の作品を読みながらふとこの本に向き合った時にエドワード・ゴーリーが本当に伝えたい恐怖っていうのが分かってくるんだよね。ポンと荷ほどきされてない大きな荷物がある。たまに人が出てくる。 何も持っていないメイドが死んだ目で立っている不思議なのよセリフは一切ないポーンと人が出てくる時もあるけどその人たちは何か不思議な挙動をしてるんだよこれを最後まで読み切った時このウエストウィングの全貌が明らかになるのかならないのか是非見て確かめてほしいウエストウィング怖いだろ 怖さのバリエーションがなんとこんなにもあるんだよすごくないこんなに怖いものを何個もの,のバリエーションの名前で書いたエドワード・ゴーリーが一体何を伝えたかったのかこれはね俺が10年間咀嚼してなかなか咀嚼しきれなかった問題だからぜひコメント欄にあのー えー、コメントくださいあのファンの人もねあのこうだよとかもっといい作品あるよっていうのもあります僕ね今日ねこの,作この本を、えっとえっと、視聴者にプレゼントしたいなと思いまして「そのいいえ」とか思うかもしれないけど <laughs> 読んでみたいと思うでしょ <laughs> でおい,いきなり俺「プレゼント企画の一発目これかよ」みたいな「<laughs> お前何してくれてんだよ」ってね「<laughs> お前何のプレゼント企画?」って言うけど俺もさ味わった企画だからこれがポンって家に届いた時の恐怖をさ共有してくれよ。<laughs> 俺、俺、年前に味わってんだから,これだからそのコメント欄にねあのあいい書き込みしてくれたなーっていう人の中から抽選でねランダムに4名様ねあのお届けしたいなと思ってますんでどうやってお届けするのかちょっとあの周りに確認しながらお届けしたいなと思いますんでよろしくお願いしますね。でね本屋行って買ったらねあ俺は「エドワードウォーリちょこちょこ読んだんだけどまだ読んでないやつとかあって今日買って読んだんですよこの思い,思い出した訪問ね。 まあ、すごい怖い作家って言ったけど実はちょっとコミカルな作品とかもあのちょこちょこ出してますあっこれコミカルなんだとかこれハッピーなんだっていうのも全然あるこれはね何で俺が買ったかっていうとパッて見て怖くない <laughs> <laughs> まず怖くないんだけどその上でなんかねあの、切なかったんだよねこれすっごい絶妙だったのなんか俺最初怖い話かなと思ったの絶妙に。 ががあっって、ててやっぱり少女がね、出てきてすごくなんか孤独を予感させるようなことになるんだけどでも今回は違うんだよ。えっある人と出会ってそれからちょっと切ないっていう気持ちを覚えて終わるっていうねなんかねそのホラーも描けてちょっとコミカルなことも描ける人がなんかシンプルにストレートに あ、ちょっと切ないなっていうことを書いてたから、なんかこれはね、ちょっと視聴者プレゼントじゃなくて、僕はしばらく宝物にしたいかなと思った本でございます。さあ、いろんなバリエーションがあるので、怖いだけでもないですからね、ぜひ読んでみていただければと思います。こんな企画もどうでしょうか歴史もやるし、えー、いろんなこともやりたいと思います。YouTube 大学と言ってるのはですね、 いろんなな、えー、ジャンルやってみたいなと思ってたからで、えー、本当にねあの僕毎日毎日ね今 YouTube のためにも本当につけ焼き場でもいいからとにかく毎日勉強しようと思って勉強して少しずつ伝えているんですけれども本当にねあの教養を得るとか勉強するって昔はねやらされてる感じだったら嫌だけど自分で学んだり楽しいなって思えるものを自分で深掘ってみたりするのはすげえ楽しいしそれエンターテインメントそれ生きてるうちのね大きな意味の一つだと僕は思うのでぜひ僕の話を聞いてそれでねあらがいっぱいあると思うんです よここ足りないよとかここ間違ってるとはあるけど僕がやりたいことはねただ一つなの知るって楽しいよってことだからこれだけ分かってくれればいいかなと思って今日の企画も用意しましたそれではまた